吉本総合芸能学院は、吉本工業が1982年に創立した、主に新人タレントを育成する目的で作られた、養成所。通称は NSC。入学資格は中学校卒業以上としている。在学期間は、基本的に1年間。大阪高一期出身のダウンタウンをはじめとして、数多くのお笑い芸人やタレントを輩出している。卒業後、 大多数の生徒は、吉本興業所属となるが、吉本を退象して、他の芸能事務所へ移籍し、活動を続けているものも少なからずいる。中退者や、中途入学者も卒業後は、他の卒業生と、同期、つまり、芸歴に、差はないものとして扱われる。しかし、大阪校や名古屋校では、過去に1年に規制の時期があり、吉本内では、厳密に言えば、半年先輩。 後輩というように活動開始時期が重んじられる場合と年単位で言えば同期というように他事務所所属のタレント同様に扱う場合がある。吉本における養成所の歴史は戦前の1938年頃に漫才作家の秋田実が新設した漫才道場に始まる。講師には技術研究者であった安田春を漫才作家の長尾はじめらがいた。 秋田エースケラを排出したが、1941年に秋田が新興キネマえンゲームに移ったことに伴って閉鎖になった。戦後では、吉本新喜劇で研究生を募集し、岡八郎や藤井信子といったスターを生み出している。NSC 開校の契機になったのは、1980年頃の漫才ブームである。NSC の初代校長、富井義則は、 漫才ブームが起こって開口を考えた。ブームで出た漫才師はセンスも違っていた。新流なんて我々の考えていた漫才を超えていた。そこで若いお客さんが欲している感覚の芸人を育てないとあかんと思ったと創設の経緯を話している。また富井は、師匠連が経済的理由からで死を取らなくなり、タレントの供給源が枯渇しつつあったことも、 影響したと語っている。ナンバーグランドカ月がまだボーリング場だった頃、1階にあったゲームセンターの一角を教室として板で囲って NSC は誕生した。当時の入学金は3万円、月謝1万円であった。赤字でスタートした一期生は70人とも90人とも言われる。第1期のカリキュラムは一般講義のほか漫才、コント、発声練習。 ジャズダンス、演技、殺人、フラメンコ、日本舞踊などの実技授業から成り立っていた。実技授業は生徒にとってお笑い芸人になるにあたっては直接無関係なものの、ためとりわけ、ジャズダンスは不況を買った。当時は確たる教育方針は決まっておらず、何を教えていいのか吉本の誰もよくわかっていなかったという。松本人志は NSC の授業について、 急にフラメンコやろう、言い出して。それで、カスタネット買え言われて、なんやそれって、僕は買わなかったですけど、ほんなら、フラメンコの授業一回やって、どうやって言われて、いや、おもろないっすねって言うたら、もうそれで、じゃあないなぁ言うて、授業なくなったりとか、そんなんでしたもんと語っている。しかしその後ダンスを積極的にイメージ作りへ取り入れた。 吉本インテンネン素材やダンスをコントなどに取り入れている芸人も少なくないことから、現在はダンスが芸人としての活動に無意味、無関係ではなくなっている。一期生は、以降の NSC 存続のためスターを生み出さなければ、いけないという会社の市場命令があり、ダウンタウン、ハイヒール、トミーズ、銀次、マサジの4組を、主に新人ご利用し作戦が行われた。 生徒は在学中2、3ヶ月に一度 NSC 寄せを開き、卒業後は定期的に新作漫才や芝居のイベントへ出演した。NSC ができたことによって芸人を目指す間口が広がったと同時に従来の師匠連も弟子を取りやすくなった。その反面これまでの師匠と弟子という関係に見られた上下関係のしつけ、芸人となる覚悟を持つ者がヘリ NSC 出身者を 嫌きらう芸人もいた。対して、NSC ではこれまで師匠が弟子に教えていた芸能界のしきたりも授業の一環に取り込み、NSC 出身者が芸人の世界に違和感なく溶け込めるよう配慮していた。小福亭二角のように自ら多くの弟子を持ちながら、NSC の入学者に対して激励を送る師匠もいた。また吉田博のように、NSC を卒業後に、 先輩芸人へ弟子入りしたケースもある。しかしながら、師匠、弟子の関係から育つのが当たり前だった、当時の吉本の中堅やベテラン芸人からは、賛否両論あった。その影響か、笑ってる場合ですよ。の新人芸人オーディションコーナー、お笑い君こそスターだ。では、当時 NSC に所属していた、ダウンタウン、ハイヒール、銀に、マサジラが、 素人として出場していた。1988年、ダウンタウンの4時ですようだ出演による人気の影響で、この年から入学希望者が飛躍的に増えた。1990年、9期生の宮川大輔と矢野和也は中途入学であり、ナインティナインや15期生の西田浩二らは中退している。卒業資格自体がないため、 出席日数に関係なく、卒業はできる。そのため中退は、学費の滞納以外では発生しておらず、月謝時代には大量の中退者がいたものの、学費が入学時前納になってからは、途中から出席しないものは、多数いるが、中退者は一部を除いていない。1992年、第2次、ベイビーブームの時期と重なり入学希望者が増え、約800人が入学し、 約400人が合格した。教室クラスも高卒組と大学生、社会人組の2組に分けられた。かつては入学希望者に対して24歳までという年齢制限を設けていたが、少しずつ上限年齢が引き上げられていき2005年、入学者以降、年齢制限は完全撤廃された。2005年、インターネットを介した通信講座を開講するも、 翌2006年2月28日をもって並行された。2011年大阪港34期、東京港17期より年度末に東西で開催される NSC 大ライブの優勝者が優先的に仕事を割り振られる主席制度が設置された。2018年4月福岡港開港。5月2011年から設置していた吉本。 沖縄エンターテイメントカレッジを沖縄校として開祖。2019年4月、2005年に並行していた仙台校、名古屋校、広島校が復活。2020年より札幌校が開校。13期から20期までは4月入学と10月入学の2期生。2005年インターネットを介した通信講座を 試験的に開校するも、翌2006年2月に閉校した。通信出身者、レンゲ、伊佐子秀明、高橋良介、及川博文1997年から、閉校までは4月入学と10月入学の2期生。閉校していたが、2019年4月再び開校し3期生が、入学。出身者は特になし。富澤武氏は、仙台公営の所属を目指して、 アマチュア活動をしていたが、実現前に、吉本が仙台から撤退してしまった。しかし2019年4月から、再び開校することが決定した。2017年までは、吉本沖縄エンターテイメントカレッジを参照。ありがとうございます。